北海道札幌市立光西小学校です。札幌市立光西小学校は9年ぶり8回目の出場です。では練習風景をどうぞ。札幌市立光西小学校は札幌市の中心部に位置します。今年で創立78年目を迎えました。合唱団が全国コンクールに出場するのは9年ぶり8度目です。今年から顧問を務める足立先生です。生徒の個性を伸ばそうといろいろな練習方法を考えました。つねっているわけではありませんよ。二人一組で向かい合い、お互いの口の開け方や舌の使い方をチェックしているのです。この日のために上級生が中心となってチームワークを高めてきました。今日も一致団結して夢のステージで歌います。北の国から優しい風と雲とともに響け歌声、目指せ日本一。わあ、さあそれでは札幌市光西小学校の演奏、はじめに課題曲優しい風。指揮は足立剛先生、ピアノは6年生の今野剛さんです。ジープのてっぺんで空を見るだろう。
札幌市立高西小学校の課題曲の演奏でございました。